ンマーは満月の時に祝日連休となることがあります。その中で2019年のダディンジュ満月の時にモン州のモーラメインで出店を見に行きました。ティンジャンと呼ばれる4月の水かけ祭りが一番にぎやかな祭りなのですが、10月のダディンジュ満月はそれに次いでにぎやかな祭りです。どこから持ってくるのか、子供が遊ぶ遊具や人力で回すミニ観覧車なども展示され、ミャンマーの音楽も流れてすごく活気があります。チンロンもやっていました。真ん中の人は背中にミャンマーのお金をつけていますが、これは観客からチップとしてもらったものです。チンロンの競技大会ではいかに落とさないようにするかを競うので小技が多いですが、祭りでは観客に見せるために大技が繰り広げられます。短いですが以上です。賑やかで楽しいのでぜひ行ってみてください。